大事にするね。さ、踊りましょう。かかってきな。ほっ、私の番ね。えいっ、踊るわよ。やっ、こちらの番だな。はぁっ、とどめだ。ここからだ。はっ、私の番。はっ、こっからだ。チェン、行くわよ。はっ、行くぞ。やっ、さあ、クライマックス。フィニッシュ。かかってきな。やってやる。やるわね、パルテティオ。やー、踊るわよ。ここからだ。ごめん。クコクの誇りとともに。はい、さあ、やっ、こちらの番。はっ、ここからだ。ふ、踊るわよ。行くぜ。行くわよ。やっ、キャスティさん。はい、かかってきな。行くぞ。このままじゃもう大丈夫。あたしの番。なぜそれがさあ、ダメ、つむじ風。ごめんね。さて、冷やしておくわ。今よ。お疲れ様。こちらの番だ。いざ。いや、ごめん。行くわよ。やあ。はっ。立ち止まるわけにはいかない。ここからだ。踊るわよ。よっしゃ。さて、よっ、お疲れさん、キャスティ。行くよ。おや、私のピック。ごめんなさいね。よっしゃい、行くぞ。はっ、とどめだ。悪いな、光。かっ、あたしの番。あっ、やっ、行っ、行くわよ。えい、いざ。キラ騒ぐ。やったね、光くん。やっ、行くぜ。さて、やあ、やあ、立ち止まるわけにはいかない。さあ、はい、ここからだ。私の番ね。えい、行くよ。かかってきな。いざ。いや、ごめん。ど
よし、行く。やっ、悪い子につける薬はない。あいにくね。治療を始めましょう。さあ、ここからだ。私の番ね。はい。お疲れさん。行くぞ。行くよ。どうしてか。はい。立ち止まるわけにはいかない。行きます。さあ、やっ。さて、カリクリは得意なの。悪い子にはこう、ごめんなさい。よく見て。こちらの番だな。やっ、ごめん。よっしゃ。ふっ。お疲れせん。かかってきな。ありがとう。パッチリ、はい、おりゃ、いざ、せい、行くわよ。はい、踊るわよ。こちらの番だな。いや、立派ね。やっ、お疲れさん。無茶しちゃダメよ。行くぜ。行くよ。ここからだ。どうしようかしら。えい。お疲れさん、キャスティ。幸運の矢。さて。よし。あたしの番。やあ。こいた。この剣、いざ。よっしゃ。ありがとう、パルテテオ。よし、行くわよ。よっ、行くよ。はい。アグネア、任されたぞ。私の番ね。はい。かかってきな。さあ、クライマックスよ。こっからだ。こちらの番だな。どっち、手加減な。ごめんなさい。大事にするね。ダメだ。
も見たことない人間、島の外から来たの？私、オーシュット、今旅に出るとこ。島を守るために伝説の魔物を探すんだ。でも腹減っちゃってさ、飯にするとこなの。君も一緒に食う？飯だけじゃなくて、一緒に旅しようって？うん、いいよ。君面白そうな匂いがするし。オーシュット、我が弟子よ。お前はカリウドになるのだ。カリウド？魔物を狩り、調和を保つ島の森人。そして島の森人には相棒が必要。太陽の恩寵を受けし魔物ラージャッカル、その牙は獲物を砕き頼れる武器となるだろう。月の加護を授かりし魔物マラマフクロウ、その翼は大気を揺るがし自在に魔力を操るだろう。どちらもこの上なく希少な魔物だ。さあどちらかを選べ、オーシュット。そして選んだ方を手なずけるんだ。さあやってみろ。どっちがいいかな。そしてお前はいい狩人になる、オーシュット。うん、ありがとう師匠。う
ういうことだ。様子がおかしい。危険だ。下がっていろ、オシット。食うなよ、オシット。ちょっとだけ端っこの方。独り占めは良くないんだろ。獲物はみんなで食うのも掟だ。ちぇ、はいはい。どうした、オシット。あ、ううん、なんでもない。村へ帰ろう、アカラ。
に帰ってきたぞっと。アカラ、いいか獣人ども、こっちの森で獲れる獲物が少なくなってる。お前らの森をよこせ、俺たち人間にな。話にならん。言葉もろくに話せん獣が。こっちなら通じるか。おい、小ハゼ様にバレたら。主だ、島の主。され人間たちよ、我らは長くこの地で静かに暮らしてきた。それを後から来た貴様らが奪おうとしている。土地を分かち互いに踏み入らないと決めたはずだ。だからその土地をもっとよこせよ。食い物も資源も人間様にはもっと必要なんだ。欲をかきおって。お前たちは森を切り倒し住む土地を広げてきた。森は奪うものではない、共に生きるものだ。共に生きる必要なんてねえ。この村ごと奪ってやろうか。隣村の奴らが来てたか。朝飯前だし、とっとと帰ってもらおう。よし、やるか。獣人ども、ただいま。師匠、村のみんな。やれ、手洗いまでも。オーシュット、ありがとう。俺たちの英雄、自慢の家族。今日もたくさん取れたよ。うまそう、うまそう、うまそう、うまそう。待っててね、すぐに加工しちゃうから。
召し上がれ。いい匂い。うまそう、うまそう。オーシュット、西の丘に来い。食事をしながら少し話でもしよう。うまいね、師匠。この赤身がなんとも、やはり弟子の取る肉はうまい。今日はキングイグアナも捕まえたのか。それでこそ狩人だ。その弓が森の調和を守っている。そうかな。上手くなったもんでしょ。狩りについても言葉についても。四六時中師匠の真似ばかりしてきたからね。オーシュットは強くなった。あとは食い意地さえ張らなきゃ文句。お前たちが出会って10年。あの時、私が選ばなかった子、探したけど、結局見つからなかったんだよね。気にするな。定めだったのさ。でも、あの子の分までアカラを可愛がったよ。そうか。私は長く主として島を治めてきた。だがいつかは死ぬ。この肉と同じく。オーシュット、その時はお前が島を背負う。師匠、ちょっと重いかな。狩人は身軽が一番。私は毎日狩りしてうまいもん食ってたいよ。そうか。気づいているか、森の様子。まるでみんな何かに怯えるような。主様、主様。おお、人間村の長が何の用だ。村の者の無礼を許してくれ。これはその詫びだ。随分下手に出る。君が悪いぞ。さっさと用を言え、コハゼ。ほう、やはり獣。鼻が利くか。主従の墓所に村の幼い娘が入った。あの遺跡は危険だ。人が踏み入れば帰れはせん。が、島の先人たるお前たちなら話は別だろう。どうか村の娘を探してほしい。無事連れて帰れば領土の話は再考しよう。
ふざけるなよ。あの遺跡は魔物の巣窟。我らでも帰れる保証はない。まして、人間のために命を懸けるなど。その娘は、これが定めだったのだ。諦めて帰るのだな。私、行くよ。オーシュト、お前。いつか教えてくれたよね、師匠。大事な時は、目や鼻じゃなく、心に従えって。だが、お前も遺跡の危険は知ってるだろう。それに、人間の子だぞ。いずれ我らに牙を剥く。人も獣も関係ないよ。大事な時な気がする。その子を救いたいって私の心が言うの。わかった、行け。恩に着るぞ、獣人よ。オーシュット。お肉、残しといてね。たくん、肉より自分の心配をしろ。よし、行くよ、アカラ。私の獲物だよ。よいしょ。おー、やられた。さあ行こう。えっ、ほいっと、来た来た。飯にしよう、飯。
せてもらうよ。ほよ。ドラレレレレレ。私の獲物だ。ほよ。いただき。飯にしよう。飯。泣かなくていいよ。迎えに来たから。獣人、どうしてここに？まあ、細かいことは気にしないでよ。でも、みんなが獣人と仲良くするなって。そっか。でも、みんないいやつだよ。でも…あらら。さて、どうするか。干し肉あげる。え？ありがとう。お腹空いてたの。おいしい。でしょ？何はともあれ干し肉だよね。このうまさがわかるなら、仲良くやってけるよ。そうかな。あ、なんだろう、嫌な気配。お姉ちゃん、夜が近いよ。お姉ちゃんについといで。なに怖い、お姉ちゃん。夜が来た。島鳥たちの鳴き声がいつもより騒がしい。遠くへ逃げろ。災いがやってくる。え？鳥の言葉わかるの？島鳥は怖がりだから
危険に敏感なんだ。誰よ。森が泣いてる。災いって何が来るっていうの。嫌な予感がする。村へ急ごう、オシト。うん。島鳥が怯えていた原因はこの魔物のせい？悪いけどそこをどいてもらうよ。ほよよっどりかこー飯にしよう。飯ほよ。さあ、ほよ。さあ、よいしょ。あちゃ。まずい。ふっ、あちゃー、そい、ガオー、へへ。からけてもらうよ。みんなどうしたの？村が、俺たちの村が。魔物来た。村壊された。そんな、師匠は？主様、魔物と戦ってる。オシト、どうしたの？君はみんなとここにいるんだよ。いい？うん。行くよ、アカラ。
しょう。それにあれは、あの魔物は何？災いよ、この地より去れ。島の異変は貴様のせいか。こんな魔物は初めて見る。どこから来た？まさか夜が近いというのか。私も焼きが回ったか。王子と逃げろ、あれは強い。ぬう、逃げない。オシット、獲物から逃げたら狩人失格でしょ、師匠。それにこいつは村のみんなを傷つけた。来い、私が相手だ。さあ来い、私の獲物だ。私の獲物だ。まずい。
こりゃあちゃまずいよ。飯にしよう、飯。あの魔物は始まりに過ぎない。この島にさらなる災いが近づいている。悲劇の夜だ。悲劇の400年に一度月が灰色となる夜が訪れ、厄災が訪れると島に伝えられてきた。師匠、ついてこい。オシュット、お前に見せたいものがある。コハゼ、あの魔物を退けるとはさすがだな、島の主。そしてその主に選ばれし狩人よ。チッ、わざわざおべっかを言いに来たのか。いいや、礼を言いにな。我らの村を救ってくれた、それにあの娘も。島の主よ、借りができた。領土の話には蓋をしよう。しばらくはな。行くぞ。師匠、人間はいつだって領土の話をするんだね。それが欲というものだ。相手をしても仕方がない。今は協力した方がいいと思うんだけどな。行くぞ、オシュット。うん。これって…悲劇の夜？遠い遠い昔の伝説だ。それが今現実になろうとしている。島を背負うのは重い。だがお前にしか背負えないのだ。
旅へ出ろ、オーシュット。厄災に備えるため集めてくるのだ。三体の伝説の魔物。ちょっと待ってよ、師匠。島を出ちゃったらみんなの飯はどうなる？心配するな。なんオーシュット、お前は特別な子だ。赤子のお前を一目見て私は心の声を聞いた。この子がいずれ島を厄災から救うと。私はその声を信じお前を狩人に育てたのだ。分かったよ、師匠。私行ってくる。伝説の魔物を連れてくるよ。それでこそ私の弟子だ。島を頼んだぞ、オーシュット。私は少し疲れた。師匠、もう焦ったよ。おやすみ、師匠。手がかりはあの壁画だけ。ま、なんとかなるか。のんびり探そう。ワクワクしてきたぞ。とびっきりの狩りになりそう。目的は覚えたか、オーシュット。間違っても食うなよ、伝説の魔物だけは。わかってるよ。オーシュット、気をつけろ。行ってこい、元気でな。主様のこと任せろ。怪我ちゃんと治しとく。みんな、干し肉持ってけ。干し肉持ってけ。ありがとう、みんな。3匹の伝説の魔物を集めて。じゃあ行ってくるね。なら任せてね。うまい肉いっぱい取ってあげるよ。
じゃあよろしくね。